今まであえて畳で寝ててんけど、ちょっと寝具買おうかなと思って。そう。畳の方がパッと切れてパッと作業できるからいいなと思っててんけど、やっぱ買った方がええなってなって今回。そう。お、ダブダブや。今動いてないんか。早くこれまた復活してね。踊り狂いたいけど。ちょっと。今は我慢やね。シンペータさんおる。めっちゃ好きなラッパーやわ。え？なんすか？バトルっすか？おいシンペータ、超思考会。ちょいとおいらと楽しもうかい。お前らがちょちょいのちょちょいのちょいじゃ、ちゃうなら思いの思いの恋や。超高階段に釣り合い、まるでノーガードの殴り合い。だから探り合いだけはやめてくれ。あと最後のライムははめてくれ。負けだ負け。強い。ありがとうね、しんぺいちゃん。頑張ってね。ありがとう。じゃあ、ドアでもやめとくか。今日はいいや。またいつでも来れるからね。ハルコ、あれ、本当マニアあるよね。地下のとこに。それしかわからんわ。コンドマニア、そう、ほら。あ、ちゃうわ。コミューンでしたね。まあでも、あの、ちっちゃい集団を守るっていう意味では、コンドマニアも一緒やから。コンドームとね、一緒の意味です。行きましょうか。ほんま睡眠っていうのはものすごく大事やからね。スタンフォード大学 の、 あの論文にも書かれてるけど、そういった、ね、あの書籍にもなったりするぐらい睡眠っていうのは大事で、1日のうちの3分の1は布団の中って言われてる。まあ俺はもう12分の1やけど。そう、それぐらい、大事だから。いいの買わなか、ほんまにすごくちゃんと吟味して選びたい。ほな行こうか。